伊豆原港、伊豆原港、伊豆原港は、長崎県の津島南東岸に位置する港湾。港湾管理者は、長崎県。港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。津島の中心的な役割を持つ港である。国道382号の津島、島内陸上区間の終点であり、津島域の海上区間の起点でもある。大日本海岸実測図より、 津島国伊豆原及び安生公表部署、海軍部水路局地麻生式海岸の入江地形を利用した港湾で、東向きの湾港から港内に入ると、正面の滋賀の花大橋に向かって、右側に伊豆原地区があり、左側に久田地区がある。伊豆原地区は、すぐ近くに津島市の中心市街地があることから、津島市の南の玄関口となっており、 旅客ターミナルなど主要な施設だけでなく、税関や海上保安部などが入る合同庁舎も立地している。一方、久田地区には水産物や木材及び石油などを取り扱う岸壁などが配置されており、特に水産物は伊豆原地区に運ばれ、ここからフェリーによって福岡方面に出荷されている。なお、両地区は先日の滋賀の花尾橋により、臨港道路で結ばれており、 往来しやすくなっている。一帯は2018年8月4日に港オアシスに登録していて、伊豆原港国内ターミナルを代表施設とする港はシス島伊豆原として交流拠点ともなっている。歴史的には古来から朝鮮半島との交易港として栄えてきた。江戸時代の鎖国期にも江戸幕府公認の朝鮮交易港として 同時に、朝鮮通信士の中継港として大きな役割を果たした。また、江戸時代には、津島府中藩の城下町である府中に隣接しているため反戦停泊地となっており、久田地区に、お船港という反戦専用の船着き場が置かれた。第二次世界大戦直後には、大陸からの引き上げ物の中継港となり、港は引き上げ物で溢れていたという。そのような状況の中、 1945年には、行方不明者800名以上とも言われる、第3次になった玉丸事故が起きている。近年は、韓国の富山島を行き来する定期航路が就航しており、毎年十数万人の観光客が津島を訪れている。停泊中のフェリー絆、伊豆原港、ターミナルビル伊豆原港国内、ターミナルビル停泊中のフェリー畜生、ありがとうございます。